二十点ずつ出ます。 A バルベニーは前半15分、得意のドリブルからこのビューティフルゴール。去年8月に加入したイーニーにとって待望の移籍後初ゴール。日本人史上4人目、リーガ・エスパニョラでのゴールを挙げます。その後同点されたイーバルでしたが、再びイーニーが見せます。PK を獲得。これを味方が決め3連勝のエイバル、昇格2シーズン目ながら前半戦6位と躍進を見せています。